誰かと思えば、またお前か。しかも、ゾロゾロと連れ立って、一人で説得できぬと見て、助っ人でも呼んできたか。呼んだわけではないが、確かに彼らは助っ人だ。いや、正確には、手助けをしてくれた恩人だ。彼らは、ドンバウスリーの下でダミンを貪ってきた私たちを目覚めさせてくれた闇の戦士たちなのだ。ほう、闇の戦士とな。だがしかし、いつまでも恩人の優しさに甘え助力を受け続けるわけにはいかん。それではバウスリーの力に頼り、全てを任せきりにしていた頃と大差がない。彼らは助っ人ではなく立ち会い人と考えていただきたい。チャイヌズ殿。ふん、殊勝な心がけだが、さてな。私は己を官僚であると規定してきた。民のため、国のため、祭りごとを司る者に対して助言を行い、その方針を最善の方法で実現すべく働いてきた自負がある。だが、それは理想を共有できればこそ、民が、国が、指導者が理想とする楽園とやらに共感できなくなったがゆえに、私はユールモアから去ったのだ。チャイヌズとか言ったか。バウスリーの下で奔放な生活を送ってきた貴様が、いかなる国を築かんとするというのだ。その問いに一言をもって応じるほどの答えを、私はまだ見出せてはいない。だが、私はいかなる国を築くのかを、市民が語れる国を作りたい。積み食いの脅威に怯えて暮らす世界で、私を含め多くの者が身の安全と食料を求めてユールモアに集ってきた。一芸を持ち、身の振り方を決められる労役市民はともかく、町の周辺に住まう者たちは食料の配給を断たれ、今日明日を生き延びることに必死だ。自由市民に至ってはもっとひどい。未だ酒や快楽に溺れ、現実から目を背け続ける者も少なくない。今のままでは早々に富を食い潰す者も現れるだろう。私が元首となれば、その権限を持ってかつて国に差し出された財産の再分配を行うつもりだ。貧者であれ富者であれ、このような状態では国の未来など語れようものか。
食料の早急な確保、周辺集落との関係改善、崩壊した産業の再建に他地域との連携強化、課題はまさに山積みだ。私は政治家でも国王でもない、ダイダロス社の跡取り、起業家だ。そんな私にできることは、問題を分析し、改善案を企画し、収益を上げて部下を食わせること。レンデン殿、ユールモアの民が国の理想を思い描き、祭りごとに手を挙げられるようになるまで、どうか力を貸していただきたい。いかなる国を築くのかを民が語れる国か。悪くない方針だ。チャイヌズよ、お前が一時とはいえ国政を担うにふさわしい器か試させてもらうとしよう。何をすればいい？今ユールモアが抱える問題の一つを解決してもらう。そうでなければ改革など夢のまた夢、誰もお前については来ないだろうからな。
Thank you.